Hello， 大家好，我是陆奖。那今天呢，又是一支要跟我们公司的同事一起拍的影片。那因为之前有拍过大家平常上班夏天的穿搭，然后就很多人留言说对冬天啊、秋天也都很好奇。那日本现在已经入秋天，已经算是快要冬天了吧？那大家的穿着也都有变，所以今天呢，又是要来拍大家的穿搭。那首先先拍我的。那我今天穿的呢是 RB Relax Nido Sedo 这一套呢，是我们公司品牌出的连身毛衣，这一件超级可爱。那跟大家说，因为我早上出门比较冷一点的关系，我的头发反正全部放下来的，因为头发很多，这样可以保这边的暖。但是来了之后，没想到发现中午变得超热的，所以我就把头发夹起来。那我夹头发这个是在我们公司拿的这个发夹，这个也还蛮好夹的。其实我们公司人上班都还蛮多人会夹发夹的，就是看起来大家都宅宅的这样子。那这个就是我今天一整套的穿搭。我们公司的这一件超级显瘦，这一件我真的是一穿上想说，天哪，它也太修身了吧，真的很厉害。它的材质呢是很舒服的针织，穿起来一点都不会刺，就非常的舒服。除了当外出服穿呢，也可以在家里穿。这一件真的是我试穿的时候大惊艳呢，因为一般来说这种连身毛衣可能会怕看起来太休闲，很像睡衣，可是这一款完全不会。我自己超喜欢的，然后它的袖口跟裤口这边都有做缩口，所以看起来整体就不会太过于休闲邋遢，我觉得很好看，我很喜欢。然后饰品的话，我今天只有带我跟文当的婚戒。那今天搭配的包包呢，也是我们公司的 Petit Baguette Bag 的青灰色。那今天会搭这个青灰色，是因为我全身都是黑的嘛，所以想说要有一点亮亮的画龙点睛的感觉，比较不会太单调。这是我今天的秋冬穿搭。然后另外我很喜欢的一点是，它这个毛衣呢是做高领的，所以秋冬呢也非常的保暖，很舒服。这就是我今天的穿搭。那接下来我来拍我们公司同事的。第一位是 Seika さんです。Hello， 大家好，お久しぶりです。ルーさんのファンの皆様。めちゃくちゃ久しぶりですね。確かに。今日はですね、ランデブーから新しく発売されたランデブー10というルームウェアのダウンを着ております。これがポイントです。ルームウェアなんですけど、外でも着れるので、今日はちょっと肌寒いので羽織りました。冬になったらコートとか上から羽織ってチェック見せるのも可愛いし。これはちょっとどこのかわからなくてお家にあったやつ。でもヴィンテージじゃないんですけど、本当にどこのかわかんない。タグもついてないのこれ。でもめちゃ似合ってます。何の変哲もないタートルネックに、なんかザラのサテンのスカート。今日はねブラックな気分だったんですよ。今日ブラックの人多くて。そう、私も今日ブラックですよ。ね、なんでだろうね。あとはお決まりのこのトートバッグで会社に来ました。あ、こちらのストラップはセイカさんの動画。もう出たことがありますので。確かにそうですね、紹介しました。これ意外とね重たいんだよね。カバン軽くしようとさ努力するんですけど、このストラップが重くて結局重いんだよね。可愛いからつけまーす。そう、アクセはねこれなんか死ぬほど前に買ったトムウッドってところのやつで、ネイルも最近変えたんですよ。初めてスクエアにしたの。可愛いんです。セイガさん、最近好きな食べ物ってありますか？最近じゃないんですけど、私の好きな食べ物ランキング1位があるんですけど、イクラなんですよ。イクラ？うん、実家からイクラもらったの。必死にイクラご飯にして最近毎日食べております。大変。次はコーティです。大家好、I'm コティ。コティ髪染めましたね。そう、染めました。そう、コティは結構髪色を変えるのが好きですよ。そう、しょっちゅう変えますよ。で、しょっちゅう連絡来て、どれがいいと思う？めっちゃ送りつけてる。でも、なんか何色も似合います。今日のコーティお願いします。はい、今日は届きたてほやほやのランデブーの新作を履いてきました。ルさんと同じ。我的是黑色的、コーティ是灰色的。速攻買いましたよ。もうこうやって自分でカート開けて、そんなすぐって買いました。発売してすぐ、すぐ買いました。さすが。そしてすぐ売り切れたもんね。そう、すぐ完売して、今でも予約で再入荷してるので、ぜひ見てください。これはコスモランデブーのやつで、サンプルセールで買ったニットと、ハワイのリサイクルショップで買ったシャツになります。500円くらい。安い。500円でした、ワンコイン。ランデブーが ZOZO タウンに出店したちょい後ぐらいに、私 ZOZO で買い物したことがなくて、なんかどんな感じで届くのか気になって、これちょっとマウジーのセールになってたブーツなんですけど、買ってみました。すぐ届きました。
出社の時は結構緩い感じが多いから、今日もこれがねすごい楽ちんだから、全体的に楽ちんなコーディネートになってます。次はバッグです。このバッグめちゃめちゃ可愛い。そう、これはね、聖火さんと社長から初めて入社した時の誕生日プレゼントでいただきました。あ、そうなんですね。そう、センスが爆発してますよ。これでしょって思ったよ。めちゃくちゃ可愛い。ここがね、すごい可愛くて、なんかほんとリップと財布だけとか身軽に出かけられるのがめちゃくちゃ良いです。最近好きな食べ物は何ですか？最近とかじゃなくても私ずっと一択なんですけど、アイスです。一日ワンアイス派です。秋冬でもアイスですか？うん、もう絶対食べる。おすすめのアイスってあります？もう定番すぎるんですけど、私はハーゲンダッツのストロベリー。あ、美味しいですもんね。美味しいの。そう、大好きです。食べてみてください。次は春ちゃんです。はい、春子です。はい、小春。我是俊子。うまいうまい俊子。うまいうまい。じゃあ今日春ちゃんのコーデは何でしょう？今日はランデブのシャツワンピースを着ています。え、このシャツワンピース私もめちゃくちゃ好き。いいですよね。ナチュラルドレスシリーズっていうのがランデブーにあって、それがすごい人気なんですけど、その中でもシャツドレスなのでちょっと大人っぽい感じになるので好きです。今日はね、外部の会社の人と会ったりもするのでちょっと綺麗めにしてます。この指輪もだけど、おばあちゃんとお母さんからもらったやつです。これね、タサキっていう日本のなんか真珠のブランドのやつ。これはパピオルスコーニっていうイタリアのブランドのやつなんですけど、もう結構前に買ったやつ。これもおばあちゃんからもらったやつなんですけど、多分ノーブランドのやつです。なんかね、おばあちゃんから本当にいっぱいバッグをもらってて、もう家にめちゃくちゃおばあちゃんのバッグがあるんですけど、その中でもこれはねいっぱい入るんですよ。ここが広いから、だから借金によく使ってます。そう、ハルちゃんがほとんど毎回光栄です。でもね、周期的にちょっと変えてるんだよ。あ、そうなんだ。でもそのイメージちょっと次は違うやつで。最近の好きな食べ物はありますか？食べ物はセブンのパンプキンチーズケーキ。これなんかハロウィン限定で出てるやつなんですけど、それも最近3つぐらい食べました。毎年出てるんで、ぜひ食べてみてください。バイバイ。次はリアさんです。ハロー。秋冬の、コーデということで、本日はRB ジップスウェットです。 AW の新作でハンサムな感じのスウェットが出ました。これ気に入ってて買いました。今日ブラック基調にしてて、中もブラックで、このパンツもブラックで、お気に入りの靴下で、ブーツ、これも最近買いました。バニーのブーツで、流行りの SDGs みたいな感じで、リサイクルのラバーのブーツなんですけど、すごい環境にも優しいんで買ってみました。こういうサイドゴアみたいなブーツがすごい好きで、結構山行ったり歩いたりするので、すごい足疲れなくてめちゃくちゃいいです。上にこういうのを羽織ってきました。かっこいい。ヴィンテージで買いました。で、カバン、いつもの毎日パソコン持ち歩くので MM6 のカバンです。最近レアさんが好きな食べ物は何でしょうか？好きな食べ物はちょっといっぱいありすぎて選べないので、最近食べたものを紹介します。餃子がすごい好きなんですけど、地元にラーメン屋さんがあって、そこのなんか名物餃子みたいなのがあるんですよ。めちゃくちゃ大きくて、1個がこれぐらいあるんですよ。めっちゃ大きくて、でなんかその場で焼いてくれるんですけど、なんか無添加の餃子で、最近ハマってる餃子です。台湾の餃子もめちゃくちゃ美味しいので、食べに行きたいです。おすすめ教えてください。もうぜひ、もしコーナー落ち着いたら行ってください。行きます。バイバイ。バイバイ。接下来是みるみさん。イエーイ。大家好、我是みるみ。みるみさんのこれいつも可愛いんです。お決まりのご挨拶。今日は気に入りのマルジェラのカーディガンに、ちょっとランデブーのボトムとシューズを合わせて、差し色でちょっとカラーのバッグを持ってきました。もうめっちゃいつもの私のコーデです。
ここがねちょっと切れてる感じで、ちょっと女性らしいけどちょっと大きめで買ったのでちょっとメンズライクな感じで両方着れるのでお気に入りです。ボッテガのバッグでシンプルなコーデでもすごい可愛くなるのでめっちゃお気に入りです。新しいデザイナーのダニエル・リーがすごいグリーンが好きでもうちょっとこの新しいボッテガのなんか象徴的なカラーですごい可愛いなと思ったので、なんか普段バッグであんまり私色って買わないんですけど黒とかブラウンが多いんですけど、ちょっとこのグリーンはぜひ欲しいなと思ってあえてちょっとグリーンを選んでみました。なんか何にでも合うの、秋も合うし夏も合うし冬のコートにも合わせたいし、なんか意外とねずっと使えてめっちゃお気に入りです。靴ランデブーです。今日はニュートラルプレッピーパンツにシャープショートブーツとオリーブを合わせて、ちょっと差し色は緑系でまとめてみたんですけど、秋アイテムを使ってコーデしてみました。あと皆様に全部一つの質問聞いてるんですけど、ムーミさん最近好きな食べ物って何ですか？食べ物？クレープ。あー。私甘いものめっちゃ嫌いなんですよ。そうだけどクレープだけはずっと好きなんですけど、最近なんかまたそれがマイブームで自分の中に戻ってきて、昨日もクレープ食べた夜。何を入れるんですか？チョコバナナ。あー定番ですね。定番が好きです。甘いクレープが大好きです。ありがとうございます。ありがとうございます。好啊，这个就是我们公司的人，他们秋冬平常的穿搭。当然，这只是其中一天啦。其实自从进秋冬之后，大家几乎都是穿黑色啊、灰色跟白色比较多。因为现在中午其实还是很热的关系，大家都还没有穿到大衣的部分。不知道台湾现在的天气怎么样？那希望大家喜欢这一支影片。我现在整个喉咙超干的啊！对，我的水，等一下我去拿。我们公司的人喝水的水杯呢，都是之前展示会的这个杯子。我的话是这一个，这个超级可爱的，然后因为公司有饮水机的关系，大家喝完的话就会自己去饮水机装水。好，那谢谢大家看这一支影片，那也请大家好好保暖，注意身体健康。我们下次影片再见，再见，拜拜。君と終わらない歌を歌おう、たとえ夜が明けようとしても。